重奏曲第一番二丁調作品11は、ロシアの作曲家、ピョートル・チャイコフスキーによって、1871年2月に作曲された弦楽四重奏曲である。第二楽章、アンダンテ・カンタービレの冒頭は有名で、ムード音楽などにも編曲されたことがある。1865年に、サンクトペテルブルク音楽院を卒業したチャイコフスキーは、 ニコライ・ルビンシュテインの要請を受け、ルビンシュテインの創設したモスクワ音楽院の教師に赴任し、公認の指導に当たりつつ、作曲活動を行っていた。整形は楽ではなかったが、少しずつ作曲家としての実力、評価を高めてきていたので、ルビンシュテインはチャイコフスキーに自作によるコンサートの開催を進める。経費その他も配慮して、小ーホールでの演奏会になったが、 それに向いたプログラムを組むのに曲数が足りなかったので、急遽作曲されたのがこの弦楽四重奏曲である。チャイコフスキーは、この第一番を含む弦楽四重奏曲を全部で3曲、モスクワ音楽院で教師を務めていた1870年代に作曲し、他には、サンクトペテルブルク音楽院の学生時代の最後の、年に終作として書かれたの弦楽重奏曲の、 うちの一楽章のみが残されている。弦楽四重奏曲の他には、ニコライル・ビンシュテインの死を悼んで作曲された、ピアノ三重奏曲、ある偉大な芸術家の思い出のために、が有名でよく演奏され、弦楽六重奏曲、フィレンツェの思い出も、時折演奏される。1876年12月に、モスクワ郊外の領地ヤアースナやポリアーナから久々に、 モスクワに来たレフトルストイに敬意を表して、ニコライル・ビンシュテインは特別音楽会を催した。この時にはこの曲も演奏されたが、アンダンテ・カンタービレが演奏された時、チャイコフスキーの隣に座っていたトルストイは感動のあまり涙を流した。このことを、チャイコフスキー自身は10年後の1886年7月2日の日記に、あの時ほど、 喜びと感動を持って作曲家として誇りを抱いたことはおそらく私の生涯に二度とないであろうと記している。有名な第二楽章の以外にも美しい旋律が多く、またチャイコフスキーらしい情熱的な展開が魅力的である。各楽器の扱いは還元楽の縮図のような筆致を見せ、時には大行でもありそれが室内楽の真のスタイルではないと言われることもあるが、 それもまた時には、型破りな効果を見せる。ありがとうございます。